K の外観、K の一筐体の内部、K で使用されていたマイクロプロセッサ K は、兵庫県神戸市の理化学研究所計算科学研究機構に設置、運用されていたスーパーコンピュータの名称である。従来は次世代スーパーコンピュータ汎用計測計算機、計測などと呼ばれていた。文部科学省の次世代スーパーコンピュータ計画の一環として、 理科学研究所と富士通が共同開発した。K は不動小数点数演算を1秒あたり 1K 回行う処理能力に由来する。総開発費線120億円を投じ、2012年6月に完成、同年9月に共用稼働を開始。トップ500で2011年6月及び2011年11月に1位になるが、 完成直前の翌2012年6月には2位に、同年11月には3位に交代。この年1位のベータイタンは開発費が9700万 US ドルで17.59ペタフロップス。2013年6月に4位、2015年7月に4位となった。また2011年、2012年、2013年、2014年に HPC チャレンジショークラス1。 2013年に日本初となる HPC チャレンジ賞クラス2を受賞。2011年、2012年にゴードンベル賞を受賞。2014年、2015年7月、11月、2016年7月、11月、2017年6月、11月、2018年6月、11月、年月11月2019年6月に、 グラフ500で9期連続1位を獲得した。2019年8月16日に計算資源の供用を終了し、そして8月30日にシャットダウンされた。今後は性能が100倍程度に向上した新しい次世代のスーパーコンピュータ富岳に置き換えられ、2021年頃に運用を始める予定である。K が設置された。 理科学研究所計算科学研究機構次世代スーパーコンピュータプロジェクトは2005年に文部科学省と理科学研究所で開始され2006年に国家プロジェクトとなったプロジェクトの目的は過去に世界最高性能を記録した数値風土を CP-PACS 地球シミュレータに続くナショナルリーダーシップスーパーコンピュータの構築 およびプロジェクトを通じた計算科学、計算機科学分野の人材育成である。今後5から10年の計算需要に基づき、性能目標の一つとして、リンパックベンチマークでの10ペタフロップス達成を掲げた。K は特定分野に特化した専用機ではなく、幅広い用途に応用できる汎用計算機として設計された。当初はベクトル機とスカラ機からなる複合型を 計画、開発していたが、2009年5月に、ベクトル機を担当していた NEC 及び日たちが、撤退したことにより、スカラ型のみの構成に設計変更された。この結果、CPU に、富士通が設計、開発した、スパークベースのスパーク 64TM-BIVEFX を採用し、豆腐と呼ばれる 6G 元メッシュ、トーラスのインターコネクトなど、 富士通の技術を全面的に使用した計算機となった。その後、富士通は、K の CPU を s p a r 6 4 t m 9 f x に変更して、性能を向上させた市販モデルのプラインプック FX10 を発表し、国内、海外に販売している。なお、2009年11月の事業仕分けで事実上の凍結と判定されたことを機会として、 各種の議論が行われたが、後に予算復活され、2012年6月に完成した。開発中の2011年6月及び2011年11月にトップ500で1位となり、2011年11月に HPC チャレンジ賞とゴードンベル賞を受賞した。また、性能以外に安定性では、2011年11月の トップ500測定時に29時間28分の無故障動作を実測した。ロゴは初動化の武田総久によるもの。2009年度の予定では構築費は約1120億円、また運用費は年額80億円であった。2012年9月の本格稼働後の報道では、計の開発費は総額1120億円で、うち665億円が、 富士通による演算装置の開発に投入され、富士通は演算装置の核となる半導体チップ開発用に三重工場に製造設備を新設した。しかし経過動後の富士通のスーパーコンピュータ新製品では、チップ生産は台湾メーカーに委託し、三重工場は売却予定で、今後は製造ではなく設計に専念する。また、開発過程の損失では、 利権は撤退した NEC に支払った70億円の返還を求めたが、民事調停による返還は2億円であった。運用終了後の再利用についても検討されたが、一式運用となると、年間100億円、分割しての最小構成における運用であっても、移送費や年間1億円の費用がかかることから断念した。時期、用途、構成などは異なるが、他の 主なスーパーコンピュータとの単純比較は、下表の通り。なお、学生数、大学数、国家規模や、研究規模が異なるため単純比較はできないが、米国のスーパーコンピュータ関連の国家予算は2008年度時点で、年間約1500億円である。また、日本の主要大学、公的研究機関の同予算は、事前評価が行われた2005年度時点で、 約260億円である。スーパーコンピュータ次世代、スーパーコンピュータプロジェクト及び行政刷新会議科学関連も参照2007年にエコノミストの池田忍は、プロジェクトの目的が世界一を取り返すになっていること、時代遅れのベクトル型を採用していること、巨額のプロジェクトが IT ゼネコン3社と随意契約されたことなどを背景に、 時代錯誤の大環境法プロジェクトで効率が悪いスパコンの名を借りた公共事業を新たに CPU から作るという計画がムーアの法則を無視した愚かな発想と批判した。2009年11月13日には事業仕分けで当プロジェクトは予算計上見送りに近い縮減と判定されたがこの際の両者の主な主張は以下であった。 なおリ科学研究所の平尾君彦副本部長は国民に夢を与えるあるいは世界一を取ることによって夢を与えることが実は非常に大きなこのプロジェクトの一つの目的でもありますと述べた事業仕分けを契機に以下を含めた多数の発言や議論が行われた2002年度にはすでに関連要素技術の先行研究開発が開始されており それらは次の通り。下表は2006年初頭時点の予定表である。以後は歴史を参照。富士通の一般販売商品は、プラインプック FX10 で2011年11月7日に販売開始、2012年1月より出荷。軽との比較で値段据え置きで CPU の性能が2倍弱早くなった。FX10 の後継機種である。縦屋は、 計算機棟、研究棟、熱源機械棟、特攻施設棟の4棟からなり、設計は日建設計、施工は大林組で2010年に竣工。計算機、研究棟は一体構成となっており、1.5トンもの計算機筐体が864台から構成され、計算機室は床体荷重を確保した上で60メートル、50メートルの部柱空間が確保されている。 多額の開発費が仕分け会議で指摘されたこと、稼働停止直前の段階でも日本屈指の性能を有していたことから、K の再利用も模索された。しかし、最低の構成単位に分割しても冷却装置などの新設が必要となり、移設費用に6000万円、年間の維持費に1億円以上かかる上、今後のメンテナンスも望めなくなることから実現は困難と判断されている。 2011年7月1日、計算科学機構の最寄り駅にあたる神戸新交通のポートアイランド線、ポートアイランド南駅が、計コンピュータ前駅に改称された。しかし、計の運用停止を受け、2021年に駅名は、計算科学センターに変更される予定である。ありがとうございます。